書が読んでて、すごく相互に動くと思うんだけども、それをグラスホッパーに持ってってパイプに落とし込んで、全ての具材を高さに出していくと、どの具材が何メートルいきますよ、何個ありますよっていうのがバーッと出てきて、それを作っていくとこうですよね。で、あとはもうこのままだ実験中なんだけど、これまだうまく動いてなくて、本当は空っぽの時にまっすぐ立ってるみたいなんだけど、立ってるのがだんだん本をやっていくとこういくけど絶対倒れないみたいな、そういうものになるとやったりする。ここで一番大事なのは、なんか3次元のある動きを、まあ、後半になってちょっとプロセッシングの例になるんですけど、3次元的に実現したいものを1回2次元とか1次元とかダウングレードして、それをうまく効果的に使って、もう一回それを組み合わせて3次元に戻す。一回3次元、2次元、1次元に落として、もう一回3次元をどう作るかっていう、このパスをコンピューター技術とデジタルファブリケーション技術っていうのの何が実際に手に入るかっていうのを、僕らがよく理解をして、組み合わせを作ってあげることで、効果的にというか、これまでできなかったようなことができる可能性がいろいろあって、それをいろんな世界のところで実験し始めてる。で、そこに僕らはもっともっとコンシャスな、まあこれもちょっとうちの最近の建物で、昨日も台北から帰ってきたの、これのセッションのプレゼンテーションが終わって、もう実施設計が先月出し終わって、来年着工なんですけど、こんな国立の研究所施設のうちは外壁と屋上のランドスケープと出してもらってるんだけど、ここもなんかこういう魚の群れみたいな、地層みたいなルーバーがずらーっと並んでいて、そのルーバーの地層が屋上にもこうやって出てくると。で、こんなのもうちの担当者が一人で全部実践研究をやってて、こんな複雑なやつで建物の形もどんどん変わったりするのに、で、これも太陽の光をどうブロックするかとか、どう入れるかみたいなのをプロセッシングのグラスホッパーの中でいろいろパラメトリックに調整して、グリグリやって実施設計までの図面を一人で描いちゃう。こんなのもグラスホッパーの方法。作り方としては、こういう面をケージをかけて、ケージの中でグニグニ引っ張ったり縮めたり歪めたりしながら、こういう各ピンのスペースとか角度っていうのを調整して、ロジカルな部分を、これがケージ。昔だとやはりコントロールポイントを出してあげて、ポイントをグニグニ動かしてたから、あんまりこう全体的に有機的な調整ができなかったのが、ケージをかけてやめると、もう少しうまい具合に、なんか場が歪んでるみたいな形で有機的に調整ができる。今でアラップと一緒にやっていて、これのこの部分だけ全部動かしちゃおう、なんか動きそうな形っていうか、やっていて、もうこういう風にあるやつがモーターでジュブ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 って上がったり、ずっと動いたり、一部だけこういったりとか、こういうブレークダウンとか、こんなのができたりとかいうのが、今実施設計として昨日プロジェクトションで優勝されたので、これがズルズルって動いたりするはずなんですけど、これが多分ないで、前面はできないから、一番前の正面になってで、それをやるために、逆にもう作り方のシステムは、このマジックハンドのこういうやつ、これとしてやるようなものを全部固定する部分を作っちゃって、で、動く部分っていうのは、それが実際にこういうふうに動くと、上にモーターがあって巻き上げると全体がブニブニブニやったり上がったりって、それの全体のコーディネーションで全部こう動くわけで、固定部分も同じ作り方で作っちゃう。で、それでいくと、ここで大事なのはパラメトリックに、この長さ、この長さ、この長さと穴の位置、その距離、それだけのコントロール。僕らがコントロールするのは、何百万個あるこの部材の穴の位置と、この長さと、この長さと穴の位置、それをかなりちゃんと住所表示をしてあげて、アウトプットしてあげると、この順番通りに組み立てると、もうこの形として収まらざるを得ない。だから接種の方は別になんかすごい複雑そうなんだけど、実はそんなに心配しなくてよくて、送られてきた部材を順番通りに穴につないでいくと、この形になっちゃいますよ。そういうシステムだから、お金も実はそんなかかんない、仕組みしなくていいですよっていうのを、昨日お節さんに了承してもらった。で、これで何が違うかで、まあ、コンピューテーションが得意とするのは、今見たみたいに、とにかく数が大きい、複雑であるとか、それのコーディネーション、うまくズルズルズルっといくようなコーディネーションができるみたいな、
でそれをやっていくことで自然な感じでバリエーションが何万通りできたり、で、まあ、さっきの100メートル小の建物のうち担当者が一人で実績まで書いちゃった。でさらにいくと自由度、例えば直線であることと直線曲線であることっていうのは少なくともコンピューターの中では全く区別されなくて、直線である必然性というのは別に全くない。直線っていうのはあくまで何億通りもある中の一つのチョイスでしかない。で直角であることと変な角度、 79.28 度と90度っていうのはデータを扱う上では全く何の変わりもないわけです。実際に使う時になっているとかの話になるけれども、そういうところで僕らのまず根本的な概念っていうのを自由にしてあげた。これはすごく僕らの建物じゃないんだけど、デザインじゃないんだけど、デザインとプロダクションってすごく面白い。スイスのローザンヌの、なんだっけ、瀬島さんの、なんとかランニングセンター、どれだっけ、あれとかの瀬島さんたちっていうのはグニグニグニっとしたのを模型を作って、であれを実際にデジタルデータに落とし込んで施工の手段に落とし込んでるのはこのデザインとプロダクションっていうところなんだけど、すごい面白い、そういう中間的なのをやってるところがあって、彼ら自身のデザイン、これも5軸ルーターならではの性能をすごく形に出してる面白い椅子で、これはジップチェアっていう、2つの板がこういうふうにジグザグにジグザグに切られてる。で、これの角度とスペースが微妙に一個一個コントロールされて、これを2つ合わせてズーってその角度通りに合わせていくと、この曲線に最終的に収まらざるを得ないような微妙な違いの角度のレンズがこうなる。で、それをこう5軸の、この場合ルーターじゃないんだけど、これで切り出していって、一個一個の角度と幅が違うのを合わせていくと、もうどうやってこの曲線になっちゃうの？で、思ったよりもがっちりした構造になっちゃう。こういうのってな、一個一個が微妙に違うやつを人間じゃ考えられないようなやつを、機械に一発でやらしちゃって、あと僕らは抑えたらそうならざるを得ないっていう使い方のすごくクレバーな使い方で、でそういうのをうまく分析的に使ったりとか、あとデータとか、いろいろいろあるんだけども、それのうちの機能としてまあネスティングだったりアグレッシブだったり、そういうのもコンピューターが何百万個あろうが自動的にやってくれちゃう。昔心配の種だったようなことが心配しなくていいんですよっていう発想の転換を僕らがすごく意識的に理解して、何が大変と何が大変じゃないかっていうのが根本的に変わってくるから。で、さらにグラスホッパーがすごいのは、こういう操作がスクリプトとして技術的なものとして言えるんじゃなくて、すごく感覚的にできる。うちの事務所は今スクリプト書ける人は本当は一人しかいないんだけども、スクリプト的なことができているのはグラスホッパーがあって、デザイナーがすごく感覚的にスクリプト的なことができるようになっている。このデザイナーと技術者っていう垣根をうまく取り払って、どっちの強さも、一つのフィールドでできるようにしてくれてるっていうのがグラスホッパーのすごいと思うので、それが感覚的にできるっていうのはね、すごい革命的だと思います。それをデザインだけじゃなくて施工まで包含して理解して使うっていうのが、これから僕らの方がこの技術を与えられて、意識的になってくる。これもこの台北で最近オープンして見てきたやつなんだけど、シャンデリアをデザインしていて、これが10メートル角ぐらいですよ。一個一個クリスタルがこういう風に層になって、これが3個あるんだけど、大宴会場のシャンデリアをデザインしました。で、これが施工図で、10メートル四方の中にこんな厚みがいっぱいあるんですよ。で、これだとちょっと何だか分かんないと思うんだけど、これも施工図で、一個一個実はこう寸法のデータがこう入ってる。ただ施工図がまあほとんどグラフィックデザインになっちゃう。で、こんなデータの作り方っていうのももうグラスホッパーって言うんですよね。こんな何百万個もある一個一個の微妙に違うけどコーディネートされてないといけない位置の計算なんていうのは人間ではとてもできないのが、グラスホッパーだとクイック速度で、グラスホッパー自体は本当はこういう施工図を書いたりする作図は得意じゃないし想定されてないんだけど、これの担当者もやっぱり一人で2週間ぐらいずっとこれやったんだけど、この場合はもうすごくマニュアルな施工者が決まったから施工図の図面に落としてくれって言われた。で、グラスホッパーをうまく工夫すると、この何百個もあるセクションっていうのをクリックするとこう何通りのやつの何通りがこうなってて、それぞれの寸法がこうなってっていうのが書けるようなシステムをグラスホッパーで書けない。で、それ書いちゃうとグラスホッパーの中で